こんにちは、アトリエボアの栗山幸子です。今日は福岡市の平尾にあるフェイバリットというお店にお邪魔しています。月替わりテーマでお教室をさせていただいてまして、昨日もお教室がありました。昨日作った作品がこちらです。ガラスドームのアレンジメントになります。ね、外すと分かるんですけど、あのベースに何だろう、刺していくタイプではなくて、木の枝にワイヤーに絡めた木の実とかビーズ、ドライフラワーを引っ掛けていく方法で制作しました。まあ、秋らしいススキとかイネ科の植物、松ぼっくりなどもありつつ、まあ、クリスマスまで楽しめるかなっていう感じの作品に仕上がったかなと思います。風景を今からお届けしますので、ご興味がある方はぜひ。結構材料がいいので、うん、仕入れ先をもうちょっと探してみて。じゃあ来月の方がいいかな。そうです、私もですよね。もうちょっと土曜日詰まってんで、だったら今のところどれも空いてます。私は土曜日でしょ。はい、来月なら、今なら行けます。今なら行ってもう何かしら持っていかれてる。今もですか。うん、ね、そうなんか泥棒同士のなんかもう連帯があるんですよね。ユーカリの、うん、そこにそこ壊れもらって3匹も4匹もこう捕まってるんですよ。そこにもいるんですよね。いや、いっぱいおるよって。多分交代要員じゃないかなと思うんですよ、学校するね。うん、やっぱストレス交代要員、やっぱストレスとかしちゃいけないからね。でも2年ぐらい先にもしかしたら学校できなくなる。なんかね、そういうところあるんでしょ。なんか学校できないところがストレスがあって、うん、で考えもおかしい。ありがとうございます。どうぞ、ください。いただきます。マカデミアナッツが入ってるんですね。はい、うん、蜂蜜をかけて、うん、本当だ、蜂蜜に、うん、おいしい、おいしい、蜂蜜にしてって書いてある、うん、はい、反対側から通していいとこで、またガーランドみたいに間隔を置いていろいろつけていきます。はい、全部止めてもいいし、うん、止めないのを間に入れてもいいです。こう開いてるからじゃないですか。ああ、もうそこからするとこっちって、もうちょっとこっち側にこうすると、あ、 これをね、あ、そうか、あ、そうかそうかそうか、これをちょっとこうなるようにこれをしていけばいい。そう、ちょっと引っ掛けてこうしたらいいじゃないですか、止まるんで。店内はこんな感じです。ここは試着室、アンティークの鏡があります。これも一回お教室で作った作品です。もう織り木ごと飾ってもらってる感じで、あとはもともとお帽子屋さんで、素敵なお帽子まだ販売されてます。私は月に3日間お借りしていまして、その時にお教室もさせていただいてます。早々とクリスマスも準備を始めました。月替わりテーマで季節物をしますので、ご興味がある方はお問い合わせください。